うしたんですブルマさん。ほら今度ナメック星に行くじゃん。そのための宇宙船部品が、ソン君も入院してて、だから部品。なるほど、わかりました。オッケー、それじゃ。ぞ。でも、なんとか勝てそう。はい、行くぞ。ほら、やっ、やっ、よし。これで大丈夫だよね。
ブルマさんに届けに行こう。うちはどこかな。あら、これでよかった。うん、ありがとね、宇宙船。はい。さあ、宇宙船ごはんくん、出発したらしばらく地球に帰る。もう俺も遠慮。
発の準備はもう大丈夫？オッケー。ご飯くんはさ、ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよなんだよご飯、その頭。人類が初めて行く宇宙だから。なるほどね。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母、毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは、フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ、あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところに。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応が。本当だ、やったやった。ん、クリリンさん、あっちに。本当だ、やたら強そうな。それに大丈夫だってば。それにそっちのレーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、なんだ、ナメック星人たちなんだよ。え？あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ！やっぱり！ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ご飯。わかったわ。とりあえず
亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？え？そんな！ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ！ありました！フリーザ様！おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。私はすぐに孫君を連れ、クリリさん、え、違う、ベジータじゃない、この辺りのはずだが。ん、え、ナメック星人じゃねえみてえだぜ。見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどね。ただの旅行客か。ま、逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえず、よし。運の悪い奴らだ。ご飯、木を解放しろ。こいつやるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。何だと。なんだこの戦闘力の数値は。フリーザ様、先ほどの2つまた戦闘力が一瞬上昇し。それは妙ですね。ベジータでも。はい、ベジータとは反応が違います。1500放っておいてもどうってことはありませんが、今度見つけたらベジータの始末はキュウイさんに。
けっけっけ、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュイ。貴様の、俺様の戦闘力の キュイの野郎、目障りだ。片付けてやるぜ。覚悟はいいか。クズ。俺にかかれば、おー、うまそうじゃないか。ザコどもがいたな。まさか貴様のその戦闘力じゃじゃあこの俺が地球に行った時、け戦闘力の根拠1万9000。ベジータにセットしたスカウターのせ、にお前のスカウターは旧型だからな。そんな俺の死が我死ね。俺とお前は互角の強さのはず。間抜けめ。この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。覚悟しやがれ。待てよベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜフリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。覚悟しやがれ。汚ねえ花火だ。
うはあ、ベジータのに、あっさりと。驚くことはないでしょう。それにしても無謀でしたね。フリーザ様、あちらの方向。わかりました。もっと5つ目の棒さ。もうダメ。ブルマ、とりあえずここを離れましょうよ。まずどこかに隠れないなんと。ナメック星人さん、いいわね、楽観的で。この穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの。あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか。あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブルマさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが持っていたのは。そうよ、間違い。ごはん。はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータより、ね、ベジータより強。ちくしょう、あんな奴らからどう。ブルマから連絡を受けた亀仙人は、だが悟空はこんなと。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙新しくできた船図で一気に回復した悟空。それじゃあ、オラ早速宇宙船の人工重力装置を使って。の連中、さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待って。ここの方がずっと。そういえばさ、わかったわ。この洞窟の中に。ごはん、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱり
ナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。ご飯